半年間の海外武者修行の先に見据えるのは、グループが抱く最大の夢の実現です。一番の目標はやっぱワールドスタジアムツアー。日本のアーティストといえばバリスティックボーイズって思ってもらえるようになりたいですね。それは、日本を代表するようなグループにもなる、つながると思いますし、アジアを代表するようなグループにもつながると思いますし、ワールドスタジアムツアーを叶えれば絶対なれると思うので、必然的にそうなると思うので、